座っとれ、うるさい、ちょっと黙っとって。長谷川岳の怒号が飛んだ。これは長谷川岳が総務副大臣の時のやり取りを録音したもの。時は今から3年前の2020年のこと。長谷川岳から呼び出されたのは共済の関係者と消防の関係者、副大臣に対して説明をしようとする関係者であったが、説明など聞く耳を持たず、パワハラそのもの、大声を出し怒鳴りつける様子はまるで反社会の人のよう、演歌歌手の吉幾三さんに飛行機内での高圧的な態度を告発され炎上していた長谷川岳であったが、自身のブログで弁明をしていた。しかし文春オンラインが公に出した実際の音声では言い逃れができまい、だからこんな議員連中が自民党にはたくさんいるっていうことですよ。っていうかこんなのは氷山の一角に過ぎないのでしょうね。あなたはどう思いますか？